ということで、皆さん、お疲れ様でございます。UFO 高校です。今日は秋の県大会2回戦をやっていきます。まあ、これで、結果によっては、地区大会に行けないということも十分あり得るので、ちょっと注意して戦っていきたいですね。よし。じゃあ、張り切っていきましょう。前回はね、ちょっと打線が振るってなかったかなーっていう感じだったんで、今日はみんな奮起するかなーという期待を込めて、今日も岩間くんできます。そうですね、まあちょっとね、やっぱパワーがみんな足りないかなっていう感じですね。まさきだ。よし。お願いします。あ、D ですね。4番でエースかな。魔物持ちっすね。わあ、なるほど、150キロか。厄介な来ましたね。ちょっとキャッチャーの方も強いんで、トレマー C で足速いメンバーだけ行きましょうかね。そうですね。速いですね。150キロ超えなんで。これもか。なんか伸びある感じするけど、球速が速いから伸びがあるように見えるのかな。あ、ちょっとそれは、おお、びっくりした。びっくりした。点取られたんかと思った。よく見たら先行だったね。お、いいね。おお、ギリギリ。引っ掛けた。2回の表が終わって3対0、先攻チームさらに1点を追加しています。おー、おーおっと先攻バッターは3番、今日はサードゴロとピッチャーゴロ。第9投げました、初球を打った。ちょっと5回で65球は少ないですよ。あの感じだったら80球ぐらい放てるかと思ったのに。第3球を審判はだから、この回だけで理想は80球。ちょっと岩も早いね。合ってないね。これも引っ掛けない。ちょっと井上が。あ、人気者持ち？あ、ほんとだ。だからああいう、あれなんだ、アナウンスというか、実況が出たんだ。あんまりなぁ。先攻チーム勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で、バッターは2年生岡田。第9投げた。今日の小川は当たってるな。さあ次の投球。これは締め入れない。アウト。そうか。先攻チーム二塁までランナーを進めましたが、勝ち越しはなりませんでした。6回の表が終わって3対3です。
先行チームここは失点したくない。ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは2年生横須賀。今日はセカンドゴロとサードゴロ、マウンド上ピッチャーはイオン変化球を井上。第9投げバットボール。6回67球は悪くないんだけど。いいね、いいね、今のボールはいいよ。ただうかつにはちょっとこうポーンって投げて、そのパンって、おラッキー。まあでもランナー進められちゃった。ああ、それこそやっぱカットボールとかが使えますけどね、打たせてとれは。いいね、いいとこ放ってますね。あ、ちょっと今し方甘かったかな。お、いいね、ナイスボール。終盤まで終了しました。同点で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生イオン。使いていいけど、ここはちょっと取っておきます。第9投げました。危なかった。第2球、今週のストレート空振り。やっぱり岩間が合ってないんだよな、この小塚くんに。投げました。うん、やっぱそうだね。あ、魔物使わずにこんなことになっちゃったか。そうか。先行チーム勝ち越しのチャンスを迎えます。今日2本のヒットを放っている金子。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第9投げた。おー、勝負するか。そうか、牽引しねえか。4番相手に真っ向勝負。面白そうだね。まあ7回で100球。あー、行かないね。そっか、無理か、行かなかったか。よし、しっかり振り抜いた。オッケーオッケーオッケー。無理だね、多分松川は難しいな。小塚が変われば走れるんじゃないかなって感じですけど。お、インコース。おー、1年生が振り抜いた。いやー、1年生が振り抜きましたよ。それちょっといいなと厳しいな。あ、バントしてーな、バントしてーけど、いいや、任せよう。待ってねえか。そうねー。お、投球が取れたら3球目。お、投球を送ります。一塁達成。第6球を投げました。 OK、 球が高くなったわけにしっかり振り抜いてる。お、鎌倉ナイス。俺、日向ナイスバッティングです。さあ、チャンスを広げています。今度からノックアウト。左の前積み、今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。すごい名字だね、眉移りって。どうしようかな。ダイナ2番。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。第9投げた。わあ、まあまあ最低限 OK OK OK。 チーム8対3、ここまで2安打小川。
おお、流し打ち。終わった、走んじゃねえ。いいバッティングを見せました。今日これでプラス3安打。片手打ち打つかな。第9、ランナースタートを切った。球が高いか。2年生、ランナーが2塁に進んでいます。さあ、持ち前の付け守りを発揮するのか。ここで1本出ると、そうね、変わるよね。もう結構今流れがこっち傾いてきてるからね。今のもったいなかったな、見逃したか、そっか。弾き返したね。オッケー。やっぱ使わなくて正解だったな。ただ相変わらず岩間は不審な状況が。そうね。引っ掛けたね。ということで、もうコールドが近いので、1年生を出していきまーす。金髪の宮部くん。ナックルマックスっていうのもなかなかだけどね。いいね。オーケー。期待しましょう。注目の投球です。第9、初球はスライダー。まあ落ちて投げれば大丈夫だから。第9、投げた。お落ちましたね。もう趣味でまとめて一緒に変えちゃうか。そうだね、一緒に変えちゃおうか。あ、間違えた。やべやべ。危ね危ね。出すことが大事だから。これは結局ラッキーですね。オッケーオッケーオッケー。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。じゃあ変えましょう。ええって。辻本、降板。マウンド上ピッチャーは小岩。今日5番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、ファイト全面に押し出した投球をしてくれるか。第9、シュートの寄ってストライク。いいね。第2球、投げた。インコースへ変化球、ボール。第3球を投げた。空振り。よし、はい、OK です。無事に。そうですね、ちょっと中盤まではね、同点にされてどうかなっていうところだったんですけど、見事打線が、はい、爆発しましたね。3巡目だったんですけど、
った、勝ちました。お、小川がチャンス B になった。イエーイ。これ大きいね。さあ、どうしようかな。まあ、練習試合あるし、変えてもらおうか。せっかくだから。もういっか。席を上げようか。せっかくだし。で、あー、上がるかな。いや。あとはもういいかな。うん。そうね。これチャンス B 大きいよね、小川は。あ、そうだ。変わったから、あ、うん、まあ、いいか。感染して、ベンプレであげて、あ、580勝なんだ。どうしよう。適当に買おうか。いやー、メンテナンスキット。いや、終わり。あ、カタバルト。おざす。はいはい。ああ、下がっちゃった。はい、どうなるかな。はい、地区大会出場決定でーす。来月から行われる地区大会の出場が決定しました。どこだ？美浜商業って書いてあります。徳島ですね。じゃあ今日は、そうですね、対戦相手も分かったんで、この辺にしたいと思います。次回の動画は、地区大会の、四国地区大会の1回戦からです。まあ、こっからまた改めて春夏連覇のね、が始まるんですけど、ね、気合い入れていきたいと思います。結構ね、あの栄冠ナインは、大どんでん返しがあることもあるんですけど、ちょっとね、みんなで、ちょっとね、このメンバーで一生懸命戦っていきたいなというふうに思います。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。